double 皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカ人、コテツスティラです。これは、カラニサバイバル。その後、今回、新しいブロックが追加されましたね。追加されたっていうか、私が作ってみました。カスタムブロックを作ってみましたね。6個のブロックがあって、4個はカーペットみたいなものですが、6個のブロックがありますね。ちょっとお見せしましょう。まずはね、赤いカーペット。そうですね。ちょっと、この前にいましたよね。こっちの草ブロックはちょっとカーペットみたいなものだと。だから、このブロックを利用して、ちょっとだけファイルを変えたり移動したりすることで、これ、作りました。そして、ピンク。あと、カーペットワイト。なぜか翻訳されてないんですが、わかりません。ちょっと眩しい。眩しいですね。あとは、青いカーペットもありますね。青いカーペットだと、こっちに置いてみましたね。ちょっといい感じ。まるで、ここで暮らせるような。この前にちょっとやばかったですが、そしてね、この大理石も作ってみました。これは、この草ブロックじゃなくて、本物の新しいブロック作ってみました。ネットであるテクスチャーダウンロードしてあるファイルを変えたり移動したり。で、ちょっと細かいですが、とにかく、このようなブロック作れました。いい感じですね。あとは、このゲームには別に綺麗な花がないから、こういうクローバーブッシュ、生垣みたいなものを作ってみましたね。綺麗ですよね。あと、ちょっと、3次元ですよね、花が。ちょっと時間かかりましたが、この前に、でかい山みたいなものになってましたが、とにかく、そういえば、今、飛んでますね。ゴーストモードみたいなもん、フライトっていうものですが、飛行モードっていうものですが、それ使ってますね。そうですよ、すごく早く行けますね。あとは、フライトモードオフにしましたが、ちょっと重力、ちょっとだけ弱くしてみました。あとは、効果ダメージ、オフにしました。別に、これデザインしたりしてるから、そういう効果ダメージいらないかな？で、見ての通り、こっちにはね、この中庭には、ちょっと、シャレ？ギャグ？こういうものがありますね。どっちがいい？4個がありますが、4個の選択肢がありますが、皆さん、どれが一番いいと思いますか？私的に、こっちか、これが一番いいですが、これもありますね。いや、これもいいかもね。これちょっと、微妙かな。あとは、これ、完成させましたね。何か牧場みたいなところにしようかなと思っていますが、これはなんていうものでしたっけ？ニア？覚えてない。英語で言うとバーンなんですが、こっちには普通の板置いてみようかな。で、あとで、将来に動物が追加されるはずだから、されたら、何か立派な牧場物語が始まっちゃうかな？ちょっとこっち早すぎね。そういえば、この傭兵を、やってるね。傭兵さんの6人置いてみましたね。あとは、この前と比べると、これちょっと、1個だけ伸ばしてみましたね。こっちの方がいいかな。この前にちょっと2次元みたいな感じだから、これ伸ばすと3次元になってるかな。あとは、もう一本のタワーを作ってきましたね。上の方はどうするかまだ決めてないんですが、あとはこの壁が、こうやっていって、この中に入れますね、こっちに。そして、なんか板で、よし、板で、こうしようかな。そうだね。こういう階段みたいなものを作っちゃおうかな。でもね、こっちにはちゃんとガードレールみたいな、落ちないようにね、落ちないようにこれちゃんと置きましょう。でもそれ後でしようかな。あとはね、こっちになんか作りたいんだけど、具体的に何なのか、まだ決めてないですね。皆さん何かいいアイデアあれば、ぜひ教えてくださいね。まあこれも一応中庭かな。こうやって普通に入れますし、でもね、これは、花ばっかりかな？それか、緑あふれるところ？あっち、あ、いや、来ないで。いや、来なくていいから。だから、あとはね、こっちに、一応、大理石、置いてみましたが、ちょっと似合わないかな。で、飛んでよかったね。で、色的に、それかデザイン？テクスチャー的に、似合わないかな。このテクスチャーがもっと大きければ似合うかもしれないけど、ちっちゃいかな？ちっちゃすぎて似合わないかもしれませんが、後でこれ掘って他の何か入れて置いてみましょう。そしてね、先の赤いカーペットで、このスロールームっていうところを作って出ますね。まあ、これは、スローンっていうもの。日本語でなんていうものでしたっけ？王様の椅子だから、王席じゃないよね。王座かな？それ合ってるような気がしますね。これ、作ってみましたが、ちょっと待って。後ろが、石より、これでいいかな？ああ、こっちの方が椅子っぽいですよね。で、今考えているのは、ちょっとこれがね、この前にこの階段がなかったよね。でも、こうやって普通にジャンプして、まあ、ジャンプするより普通に登りたいんだけど、まあ、ジャンプすることで、それ登るってこと？それ、いる？とにかく、こうやって、これ伸ばして、この辺に、またタワーを作っちゃおうかなと思っていますが、何がいいかな？まあ、今回四角いタワーでいいかな。そして、この2本の歩道、そんなに高くないでいいかな。そうだ。あ、これ。後ろから見ると、ちょっとね。あ、これ、だからああ、んちょっと、わかんない。そうだね。あとは、後ろに王様の部屋を作りたいと思いますね。まあ、どんな部屋なのかわかりませんが、とりあえずでかいベッドでいいですよね。こっちのベッドと違って、あ、これだ。このサイズでいいかな。ていうか、なんでお前ら、王様サイズ持ってるわけじゃあ、早いね。早いね。フライトモード、飛行モード。じゃあ、ちょっと、これ掘って、あ、なんか兵隊たちの部屋とかも作っちゃおうかな。ま、兵隊っていうか、兵隊かな。警備とか。それ兵隊かな。傭兵。傭兵はお金で動いてるものですが、兵隊だと、王兵？わかんない。いろんな言葉がありますね。英語でもいっぱいありますね。いや、ちょっと落ち着くことができますね。こんな音で。ASMR。どうも皆さん。日本語で実況プレイをしているアメリカ人、コテツスティールです。これは、ビデオゲーム ASMR である。今日、最後まで付き合っていただき、ありがとうございましたっていう ASMR 作っちゃおうかな。あとはね、近いうちに、記念動画を作りたいと思いますね。今日、2年かな ?2 年となりました。YouTube を始めたのだね。いやー、長い旅でしたね。これからもよろしくお願いしますね、皆さん。これどうしようかな。あと、これも。席。そうだね。とりあえず、石。なんで席と言っちゃったかわからないんだけど。一応席だけど、別の音読みと訓読みだね。どうでしょう？邪魔。これも、高くしようかな。そうかもね。じゃあ別に、下はいらないかな？惣菜と時間のムラになるだけかな。あとはですね。そういえば、前回、いましたっけ？こっちかな？こっちじゃないね。どこにしたっけ？こっちにしたかもしれません。違うね。どこ？ここ？おーい。こっちじゃないね。店は？店はどうした？これが店じゃなかったの？店のような？あれ？どうした？何も入ってない。何も入ってない。お前、何をした？とにかく、この前に、こっちのファイルを変えて、この、店で、これ店じゃなかったよね。店？じゃなかったよね。それどこに行ったかわからないんだけど、覚えてないんだけど、とりあえず、その店で新しいものを買えるようになりました。例えば、この前に、何でしたっけ？アマの種しか買えなかったのですが、ここだった？じゃない。ちょっとバグって。申し訳ない。大変申し訳ない。そうだね。アマの種だけじゃなくて、小麦の種も買えるようになりましたが、バグってるなぜか。よし、これもうちょっとデザインしていきましょう。これでいいかな。あとは、これ、幅どれぐらいでいいかな？ちょっと待って。とりあえずもっと？これがドア？あ、そうだね。これがドアっていうか、ドアがないから。こうしよう。いや、こういうゴーストモードみたいなものがあって、嬉しい。こうしよう。うん。そうだね。あ、ちょっと。これが、問題。じゃ、こうやって入って、これが王様の、これもっと長くしちゃおうかな。この一番低いところ？これもうちょっと伸ばして、あ、それがいいかもね。まあ、そうだよね。ちょっと、そう簡単に王様のところに行けるなんて、やばくない？あとは、傭兵さん。この辺に置いてみようかな。そうだね。ちょっと時間かかるかもしれませんが。よし、こっちの方がいいと思いますね。まあ、王様と会いたがってる人がこうやって入って、声かけたり、こうやってまったりできますね。まあ、実際にそうしないんですが、あ、でもね、こっちにたくさん傭兵さん置いたら面白いかもしれませんね。後で石ブロック置きますが、それ多分、オフカメラで、裏でやっちゃおうかな。そして、先ほど多分タイムラプスみたいなものを見ちゃったかもしれませんね。タイムラプス入れておこうかな。皆さんはそのようなもの好きですか？ぜひ教えてくださいね。残りやりたいことは、これ伸ばして、やっぱりこの辺に何かのタワー作りたいですが、こうやって、ちょっと。よし。早く、クリックしよう。上。こうやってですね。あとは、こっちも、上だよ。ちょっとやりにくい。飛びにくい。でも早いから、嬉しい。下。あ、ギレだからね。あーはー。あとは、これも。そうだね。じゃあ、そのタワーは、どっから始まるんだろうね。だから違う。王様の部屋は、この後ろだから、もしかして、この辺に、王様の部屋とその隣に、そのタワーがあった方がいいかも？そうかもね。だって、タワーに入ってる、傭兵たちさんが、王様守ってくれるしね。じゃあそうしよう。これもちょっと伸ばして、なくなってる。石のレンガが。っていうか、普通の石ブロックはどうしちゃったんだろうね。ゲームファイルに入ってるんだけど、まあ、いや、別にいらないかな。そのブロックそんなに綺麗じゃないかもしれないし。あと、これ以上追加してほしいブロックがあれば、ぜひ教えてくださいね。できるだけ、それ作ってみます。まあ面白いアイデアでしたらね。どうでしょう。これもですね。これもなければ、ダメですよね。お、もっと早く。クリックしないと。なんで消したかわかんない。癖かな?多分ね、王様の部屋を作ってから、これ作らなきゃね。だって、王様の部屋はどれぐらい大きいかまだわからないし、まあ、それわからなくてもこれ伸ばせますね。あとはね、これみたいに、この前、この1個のブロック、これみたいに、これも、こうやっちゃおうかな?どうでしょう。でもそうすると、この壁が結構太くなるね。どうでしょう。わかりませんね。まあ、そうしなくてもいいかもしれないね。まあ、ということで今日ここまでしときますね。見ていただいてありがとうございました。ぜひコメントで面白いアイデアください。では、次へ。